はい、こんにちは。日本海各徳津沢です。中西様、お手紙いただきました。ありがとうございます。牧野様、純子様、直子様、近藤辰之様、花房様、和幸様、国体名調様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。ありがとうございました。大阪府が府内の全小中高生を万博に無料招待、片野市の全13小中学校が見合わせ、拒否と、行かねえよみたいな。入場は無料でも往復交通費が1人5000円程度になる、多くの生徒の移動と引率が困難、なんでいっぺんに連れていくのを想定してんのかなちょっと思いましたけれども、先生も負担だということで、1日2トンのメタンガスが噴き出してるらしいし、まあ妥当な判断かな、世論です。脈々を見て低学年児がギャン泣き、そりゃガス爆発の恐れのあるところに連れていけないだろう。子供に何かあったら責められるのは学校と教師、校庭に脈々像強制設置罰として、混んでるどころか爆発するもんな。真夏だし、まともな親なら行かせないよな。無料チケット配布で、あとは個人に任せたら、バス降りてからかなり歩かせられるし、日陰がないし、決められたパビリオンしか入れないんだって。全国民にチケット無料配布しても誰も行かない。夏場は死人が出ると思うけど、万博を運営するための組織、万博協会、会員の報酬はですね、月額200万円だそうで、金、まあ利権だな。どういう資格の人が万博協会員になれるんだか知りませんけれども、金目当てで無理やり開催、それが透けて見えてっから人気ないんでしょ。バスから降りてですね、真夏の炎天下をかなり歩くことなんだって、熱中症で体調不良は約束されたようなもんですよね。体調不良ならまだいいけど、ひょっとしたら亡くなっちゃったり、学校側もそんな責任取りたくないよね。さて、開催されたとしてどんぐらい人出になるんでしょうね。今からこんな不人気だと維新も顔青いんじゃねえのかな。秘書として雇った菅野保と不倫報道があった立憲の石垣典子参議、赤旗のですね、万博会場から1日2トンのガス発生記事を見て、脊髄反射で1日2万トンとツイートしてしまいました。世論です。やった、エネルギー問題解決だね。それなんてガスでも1日2万トンってガスプロムかよ。知識なさすぎだろ。普段何やってんだよ。マジか、採掘して売ろうや。ボケただけだろ。ツッコミ待ちだよ。単純にバカなんだろ。八百屋でお釣りを300万円とかいうノリ。2019年の天然ガス輸入量は7950万トンでした。年間ね。輸入先はオーストラリア、マレーシア、カタール、ロシア、ブルネイ、米国の順でした。今はロシアは落ち込んでるだろうな。万博会場から1日2万トン取れたら年間730万トン取れますね。そうすると国内消費量の10分の1弱を賄える。大発見ですね。これ大発見ですよ。1トンの天然ガスは約1360立方メートルだそうであります。そうすると水より体積が1360倍ってことか。2万トンだと2720万立方メートル。これどのぐらいかっていうと、一辺300メーターの立方体ぐらいですね。石油コンビナートのタンクはそんなないよな。300メーターの直径のコンビナートのタンクなんかないよな、そんな大きいのな。何箇所から吹き出してるかわからないですけど、結構な噴出量ですね。1日300立方目、300のサイコロを吹き出してるっつってね。こんだけ吹き出してると、行ったら多分倒れますよ。倒れますよ。こんだけ吹き出してるとこ行ったらさ、石垣さんの頭が悪いからってだけの話なんですけれども、竹島を軍事占領している韓国は神聖の軍事敵国であるということが全然分かってないバカ揃いの経団連さん。韓国の財界と作ったですね、日韓未来パートナーシップ基金、なんじゃそれ、の活動を拡充するために、
韓国財界が1億円、経団連が自主的に2億円を拠出して、この金元手にですね、若手人材育成のため高校教師50人を交換視察させるんだって。韓国から50人、こっちから50人視察、世論です。またたかられたのか。外観誘致の経団連、やばくね。労働力どころか、スパイを招聘。そんなにまでしていい格好したいのか。捨て金なのか、見せ金なのかはわからんが、無意味、あの国にどんだけ投資して、投資や配慮しても何も戻ってこないってなんでわからんのかね。安倍さん時代の自民党から保守層が離れた最大の原因が韓国とナーナーに戻ったことを全く理解してないな。年内には日本の高校教師50名を韓国に派遣する予定なので他人の金でキーセン遊びは楽しいですかね。韓国行っても何も見てくるとこねんだねえの。韓国の高校教師50人が日本に来て一体何を見て帰るっていうのか。トイレ綺麗でいいな、そんな感想しかないんじゃないの。安い労働力確保のため韓国人を安く伝えたい目的だろうけど、そううまくいくのはね、経団連ね。企業秘密盗まれて泣く未来しか見えないんだけどね。韓国の2022年の日本製品お買い上げは547億ドルでした。これ 8.6 兆円であります。毎日毎日235億円のお買い上げ、日本のものでね。これで儲けてる企業が金出して竹島占領中の事実も無視してですね、未来パートナー基金を作ったんでしょうね。で、これら韓国相手に儲けてる企業を守るために日韓議連なんてものがありまして、韓国と揉めたとこは揉めた時はですね、まあ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 ってシャシャリ出てくるんですよね。レーダーで揉めた、まあ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 、ホワイト国、まあまあまあ、シャシャリ出てくる、スワップ、まあまあまあ、敵国人がのんきに日本観光できるのはおかしいっての。毎日235億円買ってくれる相手だからって領土を奪われて屈辱を我慢しろって、そんなね、儲かってる当事者は我慢できねえよね、そんなのね。こんなじゃ何十年経っても竹島が奪還できませんよ。向こうから受け取ってくださいって土下座してくるまで経済制裁しないといけない事案ですよね。あとは手っ取り早く嫌いまいて海上封鎖すとかね。あそこは真水がない島なんで、水も外部から運ばないといられないそうなのね。立憲前代表枝野幸男、消費税を単純に減税したら日本の財政がパンクする、放満財政にはしませんと明確にしなければハイパーインフレが起こりかねない、今減税するというのは絶対禁句だ。さいたま市、講演会で、発言したそうなんですけど、ちょっと何言ってかわからないですね。ちょっと何言ってかわからない。この人頭悪いからな。減税すれば国内の消費増えるよ。減税したらハイパーインフレは草。共産党は真逆なこと言ってるけど、消費税減税とか言ってなかった？もう引退したら迷惑だ。税率を下げるとインフレに？経済音痴だもん、しゃーない。いや、消費税だけでも下げてほしい。なんでパンクすんのか説明してよ。日本人が不幸になる方向には全力全開。立憲は政権取りたくないんでしょう。財務省は立憲の方が扱いやすいだろうな。消費税減税で財政パンクしない。過去4回の消費税増税のたびに経済が冷え、税収総額が減少したんですね。ガクンガクンと、消費税減税で逆の減少が起きてですね、消費が喚起され税収総額は増えるはず、確実に増えるはず、これは確信。放満財政すればハイパーインフレにならない。インフレってのは物の需要がですね、金の需要を圧倒しないと発生しない。皆さん金より物が欲しい、物がないみたいな、そういう状況日本はないよ。人口減少中の日本で物の需要がですね、ある日突然爆発なんてするわけない。もしそれが起きてもですね、日本の場合だと圧倒的生産力ですぐさま解決ですね。物が輸入できない状況になるかもしれないですけど、それは中共の台湾侵攻で石油が止まる恐れがあるぐらいであります。まあその場合はですね、産油量世界一のアメリカから買いましょう、売ってもらいましょう。放満財政はいやー、減税は絶対禁句。枝野は財務省にだいぶ深く洗脳されてますね。財務省が言ってるようだ。まるで財務省が言いたいことを
いう枝野が言ってるようだ。枝野幸男ね、なんせ地頭悪いっすからね。理論的思考が苦手で、おかしくないかって疑問も持たないんでしょうね。放漫財政でハイパーインフレですって言われたら、鵜呑みにするんでしょうね、これ。弁護士って地頭悪くても暗記でなんとかなれちゃうんですかね。なったはいいけど、弁護士として通用しなくて、バカで。議員やってるのかってぐらい頭悪いよなーと、今日の単身です。1億9000万円の所得を申告せず約4800万円の税を払わなかった、脱税したとして千代田区の広告会社代表、岡田剛氏31歳と父親で韓国人の、金映像61歳、キムカ国税が刑事告発、31歳が主導していたとは考えにくいんで父親が主犯でしょうね。一応社長なっていうことで、けど父親も61歳で若いから、まあ主犯でしょうね。父親が永住資格持ってたとしたら完全にですね、故意の税滞納に該当するんで資格取り消しなんですけどね。故意税滞納と禁錮刑で永住資格取り消しになる法改正、いつから効力発揮するんでしょうね。こいつらの裁判中にですね、効力発揮施行開始してもらいたいですね。そっか、脱税だったら確実にですね、故意の税滞納に該当しますね。どうやって故意って判断するんだっていう議論がありましたけど、これは気がつきませんでした。脱税してる永住者結構いそうですね。こういう連中がですね、マイナカードと口座の連結嫌がってるんですよね。で、テレビと新聞と野党はそいつらの仲間と、在日中国大使館割り込みや短破棄で日本では軽犯罪になり逮捕される場合もあるんで注意しろ、発令しました。その他に中国人がうっかりやってしまうことで日本では罪に問われる行為として無人の建物に無断で立ち入ること、中国では罪なんねえのかよこれ、刃物や鉄の棒など持ち歩くこと、中国では罪なんねえのこれ、他人の住宅などに無断で広告などを掲示すること、中国では罪なんねえのこれ、経歴を詐称すること、罪なんねえの、うっかりやってしまうことなのこれって、他者の正常な歩行を妨げる行為、ゴミのポイ捨てなども挙げておりました。こんなのが、こんなことさえダメな行為ってわからないってのが中国人であると大使館が証明したようなもんでね、ゴミのポイ捨ては言わずもがな、刃物や棒は持ち歩くのは中国では罪にならないんだ、知らなかったな。こんなのがですね、訪日観光客2位1位韓国、なんだもんな、自民党と公明党少し考えた方がいいぞこれ、そういうやつに来てもらって喜んでる場合じゃないっていう話ですね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録しないで毎日見てる方結構多いみたいであります。うちのチャンネルよろしくお願いします。デトックスジャパン。